どうもカルシェのカーの部分です。カズキです。よろしくお願いします。ちょっとなっちゃんと一緒にやろうと思ってたんですけど、今日うちギター専門でどうしてもようじくんのを聴いたら歌いたくなったので歌います。昨日作った亀のぞきっていう曲です。青色がいっぱい出てくる歌です。聴いてください。ユニットでずっと高校の時やってて、で今回あのキルシェのギターパート、サキちゃんっていうねすごい女の子なんですけど、うちはちょっとサキちゃんじゃなくてカズキちゃんなので、もうカーと混ぜてカルシェにしました。ってことであのカルシェのルシェの部分をやります。なっちゃんです。エリカじゃないよ、カズキだよ。で、今からあと2曲やるんですけど、1個最初にやるのはうちの曲、さっきの曲とめっちゃ似てるけど文句を言わないでください。1個はうちの曲で、もう1個はキルシェの曲をやろうと思います。はい、頑張ります。頑張ります。何がエリカ言うやつ。僕は君も笑わせてあげた。
僕はどこにも行かないかな。高校3年の時に CD2 枚作って今日ちょっとね持ってきてるんで買ってください。明日のお昼ご飯代にしたいのでお昼ご飯代にするから1枚500円です。あの2種類あります。で1作目は水彩鉛筆っていうやつにしたんですけど、2作目の完璧な後ってやつの方がだいぶ出来がいいので、あの買うならそっちを買ってください。すぐお昼ご飯代にするもんな。お昼ご飯代待ってます。売れてるとこ、まあ、よくライブハウスで一緒になるから見るけど、ありがとうございます。明日のお昼ご飯代になります。毎回言ってます。買ってください。あのでも今持ってないのでちょっとあの後で私に行きます。ぜひあの手に取ってください。買ってあげてください、ね、以上宣伝は、はい、宣伝は終わりです。はい、ありがとうございます。キルシェの曲、まあ、こんなチンケな2人トリオを任せていただいてありがとうございました。カズキなんか今日のライブのためにこの時間のためだけに3時間半前ぐらいに来ました。やっとやっとね。じゃあキルシェのフォーリングという曲を、はい、フォーリング聴いてください。
てるでしょ。揺れるグラスの向こう側、素敵な笑み誘うわ。ありがとうございました。